こいつのことか。急にすまん。フラジャイルに飛ばしてもらった。念願のビーチを通ってね。と言っても彼女のビーチだが。分かってる。ビーチ見学がしたかったわけじゃない。実は BB に重大な問題が発生している。前にも話したと思うが、BB はこのインキュベーターを通じて本部にあるスティルマザーとカイラル通信を介してつながっている。ブリッジベイビーはその名の通り、この世とあの世の架け橋だ。我々がいるこの世界でも、 BT たちのいる死の世界でもなく、その狭間、生と死の均衡点にいる。そのどちらに偏ってもいけないんだ。ところが BB28 はここしばらくみるみる生の世界に近づきつつある。つまりあんたにだ。俺たちはうまくやってる。俺たち？サム、 BB はあくまでもただの装備だ。ブリッジだがベイビーじゃない。 BB に何が起きてるんだ？兵器である BB が生物のように成長を始めてるんだ。体重も増えて脳波も活発になってきた。記憶も蓄積している。 BB28 はベイビーとして自我が芽生えつつあるんだ。それが問題になるのか？ BB は装備だ。人為的に作られたものだ。このポッドの中でしか活動ができない。ここから出せば 70% の確率で二度と活動しなくなる。だが、だからといってこのままでは数日中に動かなくなるだろう。動かなくなる？そうだ。ポッドの中で機能を停止、装備としては使えなくなる。どうすればいい？リセットする。しばらく俺に預けてくれ。あんたと BB をつなぐ再帯を切断し、 BB をあの世とつなぐ再手術をする。縄を引っ張るように再び死の世界に引き寄せ、 BB が装備であるための生と死のバランスを元に戻すんだ。あんたはしばらく BB なしで行動することになるが。じゃあこいつはどうなるんだ？そうだな。うまくいっても記憶をなくす可能性がある。記憶をなくす？俺を忘れるのか？大丈夫だ。 BB の性能には影響しない。俺に任せてくれ。ほらほら、うん、大丈夫。ゲームと同じだよ。またリセットしてやり直すだけだ。だから子供は嫌いなんだ。サム、俺はビーチを通ってきたからひどく汚れたし、ビビの排泄物でまたひどく汚れてしまった。
俺とあんただけ。音声ログに残ることもない。画像から唇も読まれたくはない。もっと近づいて、ダイハードマンに聞かれるとまずい。いいか、俺が調べている BB 初期実験の話だ。 BB の実験がボイドアウトを引き起こし、当時の大統領の死亡、アメリカ政府は中止を発表した。資料は破棄され、 BB 技術は封印された。しかし実験はその後も裏で続いていたんだよ。指揮していたのはストランド大統領だ。ブリジットが、BB は DS を解明する唯一の架け橋だったんだ。いろいろな利用法が検討されていた。 BT のセンサーとしてだけではなく、カイラル通信への転用やビーチへの移動手段としての応用研究だ。どれも実用化には至らなかったんだろう。その BB 技術をなぜか今はテロリストが使っている。そのことをダイハードマンは彼に話していいかどうか。彼がいつから大統領の元にいたのか、そもそも本名も顔さえもわからない。さもあんたの方が付き合いが長いんだろう。あのマスクは前からつけていた。顔にやけどをしたとかで。そうか、そう。本部に蓄積されたデータには最高度の閲覧制限がついていた。ダイハードマン以上のクリアランス権限がないと閲覧できない。しかしカイラル通信をつないでいけば、各地に散らばり断片化している民間のデータを統合することができる。それらが関連付けられれば何か分かってくるはずだ。気をつけろよサム。いいな、いやサム、あんたには驚かされたよ。まあこれで洗濯の手間も省けたかな。BB を直してくれよな。いや、直すのはあんただよ。あんたにも手伝ってもらわないと。具体的な内容は上の配送端末を見てくれ。準備ができたらな。デッドマンに聞いた。 BB の調子が悪いようだな。いや無縁、今は BB の回復を優先するしかないな。唯一のドゥームスと適合する BB だ。西へ行けばビティとの接触はさらに増えるはずだ。アメリによればエッジノットシティの手前にはタールベルトがあるらしい。ヒッグスが呼び出したビティがいる広大な座礁地帯だ。一刻も早くアメリを救いたいところだが、 BB なしではこの先の踏破は難しいだろう。 BB を回復させるために君にもやるべきことがあるようだ。そこにいるデッドマンから直接話を聞いてもらおうか。サム、今は手が離せないからホログラムの姿で失礼するよ。まずこの辺りのプレッパーズにキューピッドを接続してカイラル濃度を上げてほしいんだ。 BB28 とステリマザーのつながりを強くするためだ。こいつをあの世に近づけて BB 本来のバランスを取り戻させる。俺の手元に置いてしばらく預かることであんたとは離れた状態になる。つまりあんたとの距離が遠くなる。そうすれば BB としての機能は回復していってくれるだろう。これはひいては我々本来の計画のためにもなるはずだ。いずれにしろその一帯をカイラル通信でつなぐ必要があるからな。その周辺のプレッパーズたちに配送を行ってカイラル通信をつないでいくんだ。その辺りは険しい山岳地帯だ。すぐには厳しいところだが、それでもいくつかの居住用シェルターがある。その住人たちからやはりいくつか配送依頼が来ている。
彼らは険しい山奥で暮らしているような人たちだから、他人に興味などないかもしれん。我々の頼みを聞いてもらうには手こずるかもしれんが、一つずつ信頼を築いていくしか方法はないだろうな。それからサム、しばらくは BB なしで行動することになる。君の PT 感知力は格段に下がるはずだ。時雨が降る場所では特に気をつけてくれ。周囲を十分警戒する。